我々番組 MC が選ぶ2022ベストシーン、印象に残ったプレーやもう一度見たいあのシーンをたっぷりプレイバックします。シーズンを終えた選手から近況報告も届きましたよ。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は海田さんがお休みなので、はい、私たち頑張っていきましょう。頑張ります。よろしくお願いします。さあ先日ワールドカップのメンバーが発表されましたよね。楽しみ。ビファーレン長崎からも、うん、ゆくゆくはぜひメンバーにね、はい、さあそしてビファーレン長崎からは加藤聖選手や菊池選手も世代別で選出されていますからね、将来も楽しみです。そうなんです。そんな菊池選手がアンダー19日本代表スペイン遠征メンバーに選出されました。素晴らしい。おめでとうございます。さあ試合日程が11月17日アンダー19スロバキア代表、そして19日にアンダー18スペイン代表、21日にはアンダー19フランス代表と戦います。こちら強豪相手に戦う姿とても楽しみですよね。楽しみ、期待です。はい、私たちもしっかりと応援していきましょう、はい、さあそして今日のメッセージは先週に引き続き私が選ぶ2022ベストシーンです。ぜひ皆さんからもメッセージでお寄せください。一つじゃなくてもいいですよね。そうです。もうたくさんでいいですのでどんどんお寄せください。はい、ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。さあベロさんから私が選ぶベストシーンは最終節のアウェー大宮戦です。消化試合にもかかわらず朝日選手のゴールをはじめ選手の意地とプライドがものすごく伝わってきました。きっと来年は期待できると思わせてくれた試合でした。まだまだメッセージお待ちしております。お待ちしています。さあそれでは早速私たち MC が印象に残ったゴールシーンです。一緒に2022シーズンを振り返っていきましょう。今年ビファーレンが決めたゴール総数は54。リーグ戦で50ゴール、そして天皇杯で4ゴールが生まれました。皆さんはどのゴールが記憶に残っていますか？今回は私たち番組 MC3 人が厳選した今シーズンのナイスゴールを一気にお見せします。まずは海田さんが選んだゴールシーン、34節の千葉戦、徳良選手のゴールです。来ましたよ。吸い込まれますね。余裕があるこのゴールなんですが、この前にですね、ここです。クリーソン選手のこの巧みなかわし、素晴らしい、かっこいいです。そして徳良選手のディフェンダーとの駆け引き、ここでね、余裕のある、さすがベテランのゴールでした。続いて私が選んだのは32節金沢戦のクリーソン選手のハッチェのこれ初ゴールになったんですよね、はい、うん、これでも本当に嬉しい表情がすごくキュートで、そしてここ大竹選手のスルーと徳良選手のこのヒールパスからのチームワークでのゴール、繋いでいったゴールでしたもんね。そうなんです。みんながかっこよかったゴール、はい、素晴らしかったです。初ゴールおめでとうございます。さあ続いて私が選んだのは第24節コース戦の加藤勝選手のゴールです、はい、こちらもやっぱり、ね、吸い込まれるゴール、綺麗に決まりましたね。そうなんですよ。このトラップもまた素晴らしかった、はい、そしてここで落ち着いたゴールでした。ここも連携が素晴らしかったですね、うんうん、このそしてゴールした後のみんなとのハイタッチ、はい、笑顔がねこうたまらないなということで、この笑顔が見られるのが嬉しいです。さあ海田さんの2つ目は記憶に新しい最終節大宮戦で生まれた上中選手のゴールです。もうここどうなるかとヒヤヒヤドキドキしたシーンでしたよね。はい、素晴らしいです。もう意地の同点弾を生んだ山崎選手のこの諦めないプレーからのゴールが素晴らしかったです。来シーズンはもうぜひこういったゴールをたくさんより見たいという思いも込めての選手、ね、ここがあってこそのまた上中選手がナイスでした。素晴らしいです。笑顔もいい。
さあ私が選んだ2つ目は、はい、第25節山形戦のこのゴールです。さあここからすごい、これはねもう選んだ理由いりますかと、いやもう何度見ても美しい素晴らしいかっこいい、そうね、こうワクワクしちゃいますねこういうゴールは、そこからね、はい、この美しい軌道を描いて、はい、うん、素敵でした。ディフェンダーの皆さんも見送るしかないですよね、うん、いや素晴らしかったです。さあそして私の2つ目は天皇杯からです、はい、3回戦の FC 東京戦で生まれた山崎選手のゴール、ねえここ嬉しかった山崎選手のゴールはもちろん素晴らしいんですが、はい、なんといっても私が注目したのは、うん、フルス対決となった大竹選手ですよ、はい、ここからそう倒れそうになりながらもどんどんまだ抜く、まだ行きます、まだ進みます、ここむちゃくちゃかっこよくないです、すごい、まだ抜くんですよ、これがあってつないでのゴール、うん、いやもうこれ素晴らしい、素晴らしい、本当にいい印象的なゴールでした。さてこの試合では阿部選手にもスーパーゴールが生まれましたよね、うん、これすごい本人もびっくり嬉しいという感じの表情ですが、さあ突然ですがここでクイズです。阿部選手がこのゴールを決められた理由は何でしょうか。ある選手からあるアドバイスをもらったそうなんですが、皆さんも一緒に10秒以内でお答えください。さあゴールができた理由、ある選手、さあ富澤選手答えは試合後のインタビューで語っていました。あそこにこぼれてくるから、まあ、待っとけっていうのは、うん、まあ、イーニョ君からも言われて、イーニョ君、はあ、正解は奥井選手からボールがこぼれてくるから待っているようにと言われたからでした。ちゃんと映像でも捉えられていましたよ。ベテランの経験が生んだ現役高校生プレーヤーのプロ初ゴールでした。素晴らしい、素晴らしい、そしてちゃんと待っててちゃんと決めるところも素晴らしいいやもうこれは本当に嬉しいゴールでしたねさあそしてここからは私たち3人の意見が一致したゴール、まずは第3位27節町田戦の桑崎選手です。これですね、終了間際の劇的な決勝ゴール、うんうん、覚えてますよね。覚えてます。もう選手たちの喜び爆発で、どんどんそうみんな集まってきていやこれ本当にあどうかな、あパス、うん、入ったみたいな。確かに。さあここ桑崎選手の正直なインタビューもこの後あいいんですよ。私の一押しはそこもありますあれはクロスだったんでしょうか正直クロスで、正直クロスで正直者さあそして私たちが選んだ第2位は大分戦で飛び出したクリスティアーノ選手の加入後初ゴールです、うん、綺麗なパスでドン。そうなんですよ、こちらですねエジガル選手のこう起点を効かせた胸でのアシストから豪快なこのボレーシュート、もうこの胸でのトラップを押さえてちゃんと落としてそれをきれいに決める、はい、これもう今シーズン初勝利に導いたと言ってもいいようなゴールだったなと思って、でこの後のゴールパフォーマンスいきますよ、いきますよ、せーのシャキーンということで仲いいですよね、仲良し、息ぴったりですよね、はい、そして私たちが選んだ今シーズンのベストゴールは文句なしでこのゴールでした、はい、21節琉球戦で生まれた米田選手のゴールです、うん、大学の後輩村松選手のクロスにあうんの呼吸で飛び込んだダイビングヘッド、ここでね綺麗にそう飛び込む、いやちょっともうジーンときちゃうんですよね、いやもうこのまたね連携が、そしてもう胸を芝生のグリーンで回って緑にしながらこう走ってくる、この後も好きなんですよね、もう諦めない姿勢、闘志あふれる姿、そして雄たけびまさにもう素晴らしいゴール
るシーンでした。ちょっとテンション上がっちゃいますよ、今振り返って。あのすごく熱くなってますよね。わーとか言ってましたから。やっぱりこういったシーンを見ると、いやもう来季行くぞっていう、ね、楽しみです。つながってきますので、うん、さあ今シーズンも本当にいろんなシーンが生まれましたが、皆さんはこんなシーンは覚えていますでしょうか。なんかね出てきましたけど、クイズ形式にしてみました。皆さんは分かりますか。どうぞ。こちら、まずは29節のホーム新潟戦からの出題ですよ。はい、エジガル選手に起こったハプニングとは何でしょうか。エジガル選手に起こったハプニングとは何でしょうか。みゆちゃん、ハプニング、この後10秒以内にお答えください。ハプニングは起こるんです。新潟戦、そうです。ちょっと待って待って、はい、言って、叫んだ叫んだ叫んだそれ正解はこちらです。何、わかりましたか。ちょっと今ね分かりづらかったかな。これ別角度で見てみましょう。いいですか、よく見てくださいね。ほらほら、わかりました。正解はストライクが脱げたでした。正解ですね。じゃあ私、いやしかしプレーがですね続いたままなんです、はい、エジガル選手はどうしたのかと言いますと、あのスパイクを手に持ったままなんですよね。そうなんです、プレーを続けているんです。さらにはですね、この後味方からのパスも来ちゃうんですよね。来ちゃいました、パス。相当コアな、そうもうソックスのままハイケル。チームのためにプレーを続けたエジガル選手に拍手です。あっぱれ。さあ第2問は9節町田戦からです。後半開始早々、二見選手がライン際でボールを追います。しかし勢い余って町田のポポビッチ監督とぶつかりそうに、うん、さあここで問題です。あ、なんか、この後もですね、何かが起きるんです。さあ何が起きたのでしょうか。映像は編集なしのノーカットで流していきますよ。みゆちゃん、むずい。この後の出来事、10秒以内に皆さんもご一緒にお考えください。ぶつかって、はい、また、はい、選手がぶつかってお、どうかな、どうかな、違いましたっけ。さあでは正解見ていきましょう。さあ、なんかちょっとまたしてもボールがライン際に来まして、ほらエジガル選手が追って、今度はポポビッチ選手と監督とエジガル選手がぶつかって、みゆちゃんすごい正解です。そうですよね。答えはエジガル選手もポポビッチ監督と抱擁し、にっこりでした。覚えてた。エジガル選手だ。もうあのポポビッチ監督もこう待ち構えるようにこう腕を広げてくださっていた。でもあのコアな問題すぎて、今当たったことに心臓がバクバクして嬉しい。あのまさか当たるとは我々スタッフは思っておりませんでしたが、素晴らしいです。皆様いかがでしたでしょうか。面白かったですね。お茶目なシーンもたくさんでした。さあメッセージを紹介します、はい、ビッグボスひろあきさんから、米田選手今日ですね、本日お誕生日おめでとうございます。そうです、はい、ベストゴールは39節40節、うん、米田選手の2試合連続ゴールです、うん、来季こそ米田選手のゴール量産が見たいですと来ております。今季も熱いシーンたくさんでしたから、やったですね。来シーズンも期待しましょう。さあこの後は選手たちの近況報告です。皆さん来シーズンに向けて動き出していますよ。選手たちの近況が届きました。ありがとうございます。おはようクリスさん。おはようございます。みんな日本語で返してくれる。おはようエジガル。お茶目。おはようクレイソン。おはよう。おはよう。おはよう。快晴の中練習開始です。この日は個人の基礎体力を知るため体力テストがありました。体力テストがあるんだ。まずは垂直跳び、江川選手の挑戦です。どうぞ。続いて徳良選手、先輩の意地を見せれるのか。59.9 超えましたね。
ってる。キーパーの原部選手はなんと60センチを超えました。すごい。アジリティテストにはクリスティアーノ選手が挑戦。果たして結果は、おお、全力。さあ副キャプテン米田選手、クリスティアーノ選手のタイムを超えることはできるのか。早い早い。メジャー A ですよね。みんなからもすげえ。ボールを使った全体練習も行われました。リーグ戦が終わってからもコンディションや体力の維持が大切なんですね。体力テストもあるんだ。オッケー。練習を終えた笠柳選手に話を聞きましたよ。体力テストいかがでしたか。そして今日の体力テストは前回よりも早くなってたと思う、うん、成長を感じました。怪我しないようにだけまず気をつけて、ね、まあ、コンディションもちゃんとメンタル的にはすごいいい状態で取り組めてる、うん、まあ、何もいい準備できたので、うん、まずはやっぱこのオフシーズンに筋量っていうのはすごい増やしていきたいと思ってるので、うん、まあ、筋トレ中心にメニュー組んで、まあ、体一回り一回り大きくできたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、笠柳選手はまだまだ成長期だと思うので伸びてるし、ね、筋量がついてどうなるんでしょうね、うん、それも楽しみ期待しています、はい、いやちょっとまゆさん、はい、リーグ戦終わって、うん、リファーレンロスになりそうなんですけど。いやみゆちゃん知らないの。え、面白いものがこんなにあるのに。ギョギョギョ。先ほどのみゆちゃんのように2022年のリーグ戦も終わり、ビファーレンの試合が見られないとすでにビファーレンロスになりつつある皆さん、安心してください。大丈夫ですよ。オフシーズンでも楽しめるコンテンツがあるんです。ビファーレン長崎では毎週火曜日と木曜日にクラブ公式 YouTube のコンテンツを定期配信しています。火曜日は YouTube ショート、選手たちの練習中の様子やオフの様子をお届けしています。ゴールキーパーたちが行うスーパーセーブを生むための猛特訓の様子や選手同士のリフティング対決もありますよ、うん、学校の教科書木曜日は毎週違ったコンテンツが登場します。1週目は VS ビビ君、ビビ君と選手たちがさまざまな勝負を繰り広げます。対決内容はビビ君が考案。ビビ君が選手の貴重な素顔を引き出していますよ。笠原選手、浅沼選手とはスゴロク対決を行いました。ほっこりしますよねそしてビビ君はいつでも一生懸命今年新加入のクレイソン選手とはクイズ対決で絆を深めました。真剣勝負ですよ。正解は丸です。かっかり。クレイソン選手。2週目と4週目はオールビファーレンレギュラー玉田さん考案のコンテンツ、玉田圭司のタマリバー。
玉田圭司のハマリバー。おしゃれ、うん、今日のお客様を紹介します。玉田さんがバーのマスターに扮し、選手をお客様としてお迎え。玉田さんならではの切り口で、普段はなかなか聞けない試合の裏側やプライベートなことまでたっぷり聞き出しちゃってます。阿部選手には怪我をした時のメンタルについて玉田さんがアドバイス。いいよ、いらっしゃい。ありがとうございます。かわいい。そして串引き選手はなぜかこの変顔。玉田さんに心を許した選手たちの素顔が見られますよ。25くらいだったなんか、ケムテシーじゃないですか。ケムテシーって言われてる。まだ21歳でこのプレーできるんだったら、多分もっと経験重ねていったらめちゃくちゃいい選手、もちろん今もいい選手ですけど、すごい選手なんだなって思ったのが。3週目はこれまでに100回以上配信してきた大人気コンテンツ、潜入ビビ君。ビビ君がいろいろなところに潜入し、さまざまな魅力を発信しています。ビビ君にしか潜入できない場所やおいしい食べ物など、ビビ君が主人公のコンテンツでお届けしています。中でも反響があったのが J リーグチェアマンに会いに行った回。飛び回っているという春菜さん。そしてファン館の裏側にも潜入しました。怖い怖い。いつも一生懸命。柔らかい表情見られますよね。そして外国籍選手を支える通訳さんにも密着。他にも魅力的な内容が盛りだくさんですよ。ビビ君、なかなか見られないインタビューの裏側を見る。ね、いっぱいでしょ。これでみゆちゃんも一安心ですね。ピンポン、安心です。よかったです。もうたくさんありますから。さあ、そして現在開催中の2022シーズン応援ありがとうセールがいよいよ明日までとなりました。ビファーレン長崎を応援いただいた全ての皆様に感謝の気持ちを込めて、対象商品が 15% オフ、ファンクラブ会員の方はさらに 5% オフでグッズを購入いただけます。欲しいグッズ、ビファーレンを身近に感じられるグッズがお得に購入できるチャンス。一部対象外の商品もありますので、詳しくはクラブのホームページをご確認ください。さあ皆さん、お待たせしました、はい、年末年始待望のあのグッズが今年もできましたよ。来た。こちらです。2023年カレンダーは初めての壁掛けということで、はい、今まで卓上でしたもんね。そうなんですよ。ビビ君が選んだトラストの1年を感じる写真で作りました。これまたね、これ今3枚しか出てないですけど、うん、どんな写真なのか気になりますよ。しかもいろいろスケジュールが書き込めるのも嬉しいし、うん、楽しみです。今年も買わなきゃ。さあ、そして年賀状は2023年の干支であるうさぎとビビ君をデザインしております。かわいい。黄色の、ね、バッグも可愛いですよね。あのビビ君が、ね、お餅を両手に持って食べてるのもすごい可愛いですね。食べまくるということで、これいただいたら嬉しいですね。嬉しいです、うん、お届けは11月中旬以降の予定です、はい、オンラインショップで先行予約を販売中です。さあ、ビファーレン長崎の年賀状とカレンダーを用意して新年を迎えてみませんか。詳しくはクラブのホームページをご確認ください。さあ、今シーズンのベストシーン皆さんからもたくさんですね。はい、アヒルさんからですね、はい、私が選ぶベストシーンはアウェイ水戸戦で勝利後のカンターレを歌えたことです、うん、当時現地にいたのですが、選手の皆さん笑顔が印象的で、勝利の喜びをみんなで分かち合う素敵な空間でした。来年こそはホームでカンターレを。そうですね、はい、ホームでみんなで分かち合う、そんな回数を、ね、増やして来年は行きましょうよ。さあ、そしてマシャさんからは、はい、群馬戦秋野選手の J2 リーグ復帰です、見えた瞬間にですね、いつも以上の拍手で思わずおかえりと叫びたくなるのをこらえて涙ぐんだ、来シーズンこそ完全復活してほしいと。そうですよね。いや、もうそう考えると本当に今日出し切れなかったベストシーン、いいシーンがたくさんですよ ね、うん、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、今日は2022シーズンを振り返ってきましたが、思い出深いシーンが本当にたくさんありまして、来シーズンがすでに待ち遠しい気持ちになっています。来週からも選手や監督、皆さんの情報をたっぷりお届けしてまいりますので、来週もぜひオールビファーレンご覧ください。